さて、では準備ができたら営業台始めていきましょう。今日のランバト優勝者指名11戦勝ち、優勝 NO。 ブレイブルーで今2キャラ全員1を持ってる NO さん。なおしゃなおしゃなおさんと一撃出えへんからな。はい、ブレイブルーで今全員1を2つ持ってる NO。 そう考えるとおかしいよな。そう、全員1のキャラ2つ持ってるね、こいつ今。冷静に考えると。そして指名相手は今日は遠征でやってきてくれたこの男、イケメンイノウーゼン。というわけでいきましょう、第260回ギルティキャイグゼクスランキングバトル、優勝者指名11勝ち、優勝者 NO ベノムの指名は岡山の言うウーゼンイノ。1戦目アルティゲだ。結構ね、皆様イメージ通りの対戦になると思うんですよ。ベノム VS イノトがお前終わってるじゃんプゲラみたいな、そういうところがある対戦なんですが、そこがね、僕今回今作 ACPR のガチでやり込めてるイノを見るのは初めてなんで、どういう突破力でイノがベノムを崩していくかっていうのに注目したいんですが、まあ基本的なところは変わってないか。第1ラウンドへの 6P をホバーで透かして今回重なるけど、ここは 6P で間に合った。大木、これは大きな目印、ケミカルがダメ、ケミカルがダメ、これ赤いやつや。ケミカル直側投げ、ケミカルって1フレ空中やから、あれ直側投げが間に合うってことはプラス3ぐらいなんか。中段ガードデスカゲナー見えるわけない。最後青 2S、 これこういうのを見たかってん、これが仕上がってるイノですよ。はい、あんまりね仕上がってるイノとかね見る機会ないと思うんですが、俺も今日見てて本当に嬉しいです。で、はい、だから N を追い払ってボールを作った立ち回り、うん、NO ゾーン手出させて上海タイプ DS 大木から大木ガードでもジャンキャンが効くのはでかい。裏に行け、とりあえずダークフォルトで耐えるぜ。ゲナンガードからレベル2乾かす D ステ、うわー裏スティンガーエイムの逆ノックバック、今のせこくない、お前狙ってないやん。しかも1戦目は NO、 あそのままスタートしてもらったら。さて11勝ち、今日の11勝ちはウーゼンイノ VS NO ベノム。ウーゼンがどれぐらいの面白いことを見せてくれるかに非常に期待がかかるわけだが、相手が NO ベノムというね、日本で一番いろんなキャラを詰ますことに定評のある NO やからな。JS はじき JD どっかでワンアウトってぐっちゃぐっちゃのボッコボコにしたい。ウーゼン側だから D スティンガー M がやっぱり強い。強炎相打ちから相打ち、しかし相打ちでは置き攻めにいけない。今回マートスラグルで降りる D スティンガー、うーん、ロックハイの弾きが大木を止めている。 JB ちょっとずつラインを上げるウーゼン、うまい狂言から中ダウン、 JS 狂言でダウン取って、ケミカル青中段から中段、これよ、これ命つったらこれ、ね、そしてこう打つ青から J ハイ足払いまで読んだもののお釣りがなかった。逃げさまれ、これキャラソちゃう。第1ラウンドへの第2ラウンドマット ES のみ、ボールはガードして 6P、 これは結構簡単にダウン取りながらダメージが取れる。揺さぶって中段ケミカル青立ち合いからとダブルアップか、しかしケミカルヒット 6P 暴れ、マードスラグル D スティンガーから固めに入る、中段が通る、ガードバランスあるんで、まあバーストですね。 D スティンガーM この技が強すぎる、
ケミカル青狂言逆に回る。空対空はガードからケミカル青でぶっ込んだものの裏落ち。やっぱり突破力はあるがちょっとした運の差で色の細い勝ち筋が閉ざされてしまうのがきつそう。エノ20最近11月はロズとかルーとか長い長い試合ばっかりだったんでギルティってこんなに早いゲームだったんだねっていうのを思い出すような11月3戦目ウーゼン VS エノ。ここは瞬間転移だがキミカルヒット起き止めはチューチューチューはロッピー暴れせやな。ここのところは基本的な身の対策はやはりできてる感じのエノでかい D スティンガーエムさらに瞬間移動でリスクを回避する中段ガードゲランケミカルケミカルバックステ潰して JK バックステ空投げ仕込めてなかったんかシャガハイ大木いろいろ揺さぶった JK 大木テーラ裏ケミカルガードしたけどケミカルはねうわマジかよ。JD フォルキャンですね軌道変更の第1ラウンドウーゼンやばい動きがイケメンやこのキャラからまだ攻めるどうすねこれ 6P でこすれよケミカルからケミカル中段通ったマスト無理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 なんだこれちょっと待て待ておつけこれはすごいやばいやばいいいの楽しそうやばい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 しかしボールを使った立ち回りへの空投げで実利を取って EK から社会固めていくバックスでかわしながら飛ばせて落とすこれがうまいそして縦青から落とすコンボバースト画面足維持空投げできなかったがちゃんとダウン取って JBKD2 段ジャンプからの近距離 S までさて風前1試合取り返すこれこれこういうのが見たかったやばいやばいやばいおもろいおもろいこれよこれこれはテンション上がる4戦目ウーゼン VS エノここは置き手目重視下段からバースト大内は上から抜ける足払い暴れバースト青ロッピーおっとジェイスでないからの狂言で降りたが大木逃げて止めるこの辺は読み合いですね。 EST が青6回はガード結構ね、大木とケミカルに対しての技選択も同じような技で OK なんで空投げは逃れてしかしマウント、ロッピー、タイクこの辺はエロもさすが JP に対してはゾーン、エノゾーン空投げ締め、第1ラウンド、エノ第2ラウンド、ロッピー、ホバーを潰す後打つは上から大木、狂言中央コン2回使うで、クーダー狂言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 が都合5回入るコンボ JK からだが繋がっていないのケミカル対空潰し JK ケミカルこれしゃがみに当たってもう1回 JP から大木ガードケミカルはしゃがみアイスだエノ待っていた JK 重ねるバースト成功クラゲバースト成功こう打つから押し込むがこれ上に逃れてハイスラだよ2セッチガードダークエンジェル2点中なったくリーマットストラグルやはりしかし NO も強い1段早い展開が早い5試合目1段からの5試合目ウーゼン VS NO 投げは通るケミカルガーサね有利なんだけどファジーで逃れたところバースト読んで 25% でどんだけ減るんや減った金 S 投げ暴れハイスラ大木ここはジャンキャンしない S 大木やからか J 3位狂言は当たらないかといって S 狂言はね隙がでかいんで打ちたくない JK からもちろんケミ横流れるようなケミ横からのクーダーそしてケミ縦まで第1ラウンドウーゼン第2ラウンド DS ケミカルやっぱりもう命使いケミから100万発打ってこいってなるべきやな狂言は逃れた
さてこの逃れてるとやっぱり江戸のターンになる。 ES ティンガーから雷球ゲランガード、ハイスラー、そして受け身を空中投げ、空投げは取れない。ロッピー対空 S 杯狂言、沖縄重視 JKJD から狂言 JSS 杯狂言、沖縄重視 JK バックステー、空投げ取れないがさすがにね、アカンバーストガードしてきっちり立ち K からケミカルまで3人早い試合展開、早い3人。さて真ん中だ、第6試合ウーゼン VS NO23 から、ウーゼンに NO3、 JSK 初手はウーゼン、しかしバースト成功、対空ずらし JS から青を使っていつものコンボと、立ち P からではさすがに厳しいか、あのコンボ時間バックステー、シャガハイ冷静、 NO 冷静、シャガハイ冷麺始めました的な。バーストこれはちょっとやらかしく青いけど、中ゲガード、中投げ抜ける、逃れてワンチャンよこせと、ゲージはあるウーゼン、ジーハイゲダンケミカルになる、しかしここは慌てず騒がずロッピー対空、いいタイミングでまず選択するわ、そして最後ハイスラスティンガー弾き、カーカスライドをフェイントに使っていく。第1ラウンドエロ大木バックステ読み、こう打つから JK で降りて、 JK 中段ガード、テーダ JK だったが投げ抜ける、ケミカルこれが下に強い、下段遠距離 S になったんでコンボにならない、足払い、大木カウンターだとこれは当たらず、でも S ケミ勝て、直側で耐えた、でも着地取らせません、ロッピータイク8ピー、ライキュー、JD 逃さない、空対空もさせない、ここのところはやはりエノサスが、ハイスラ JS からチキガで抜ける、中段ガード、ゲランガード、デッドアングルから6ピー、リュービス、ライキューからの増えるワカメ、きつい、6杯がぴったり当たる、242ゲーム差がなかなかつまらない、ウーゼンベノムやもんな、さすがにベノムやもんな、24からの7試合目、ウーゼン VS エロ、まずは KS ケミカルから S 狂言、受け身狩り、バースト読みの受け身狩り、 JK 裏で落ちてこう打つ、重なりながら送らせげだ、ここは投げ暴れ読んだけど J ハイバースト縦ケミ、これ読んでいる、狂言からの空中出しコン、画面端々まで運送する、第1ラウンドウーゼン、第2ラウンド 2KS からエノが置き止めか、ケミカルはダッシュで抜けれるね、ベノムなんで空投げ取れない、 D スピンが 2K の先端差し込んで、エノはボール使った固め、ケミカルダッシュから 6P、空投げ取ったのはエノ、ワープかわしたものの、こう打つガードした、もう一発、さてウーゼン始めたい、ケミカルから ES 青が出ない、珍しい空対空 JK 逆に逃れるか、 JP この腕が強いんだ、こう打つから狂言コン、ダメ押し JD ケミアを出ない、 JK ケミアを縦からこれが見えん、バースト読んで、そしてホパー空投げ、ホパー JK 空投げ仕込み、いやーバーストポイントずらしたエノーだったが、キンバも投げられたしょうがないか、8000名ウーゼンバサネの34開幕大木、ケミよく当たらないが JS 重なって、オキデメこう打つからゲラうーん KS、 おっとおいしい AS カウンター、と狂言 K が届かないが、縦ケミから立ち毛届かない、これが勝手、逃げのみ、なんとか青ミスに助けられた、への狂言赤バックステレきちり逃れる、 JS ガード手段ガードから金 S 暴れになった、最速 P が出ない、お互い最速出なかったね、第1ラウンドウーゼン、第2ラウンドこう打つ、
上、スティンガーはガード、空投げできない、大木割った。ここはベノム対策きっちり、ゲージ吐いて置き止めは KP、 シャガハイから固めていくが、マエステで抜ける。さすがへのここのところどうなんやろ、対策対応が早い D、 スティンガーこれが強い、こう打つ、しかしボール、ボールがカウンターで結構痛い。リーカーカスでラインがきつい、ボールがいっぱい作られる。まあ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 、よく見る NO バーサスなんやろ、井戸みたいな、そんな光景。いちいち第3ラウンド JKSD バーストは青、マットで降りて6杯きついぞ。クエルワカメ、このボールが弾くんで大木を通さない。アイスラオからユービスで締めて JK 弾き中南択、 N を寄せつけない。3号2ゲーム差、3号からの9戦目、ウーゼン VS NO。 またデータ KSD 掲載か、とりあえず地上ボーズを置きながらチャンスを伺うものの、ロッピータイク遠藤を跳ね返していく。とシャガイ、いろいろミスが重なって狂言体育ずらし、クラゲ取った。これはジェリー、青から狂言当てるコンボ、バースト読み、ケミカル青、体育ずらし、体育ずらしが仕上がってるよね。やっぱ JK 中段大木から補正2回切った、で補正3回切るが足払い暴れ、遠藤足払い暴れからダッシュ、ディステバックステ、スティンが飛んで対空ずらし、JK 当たらないからのシャガハイ対空、落ち着いてる。第1ラウンド NO、 第2ラウンド ES ケミカル、ケミカルコース2回目か、逃げ J ハイ空投げ仕込みだが、これはケミカルしゃがみなんで当たらないと。エースセンターこれ怖い、空投げ仕込み、逃げから空投げ取らせないが 6P で落として受け身をさらに軽い、エリアルミス、ケミカルで落としてコース重ね、ヒットから裏中段ガードは分かるかボケ、マットで降りる、クー投げ、ケミカルを投げた、ラストガード、ラストガード集中してる。うん、ハイスラロガイ、ここもハイスラある、いやー通しませんね。そしてリー表現投げ、分かるか。11第3ラウンドネタが多い、このウーゼン高打つで置き攻めはゲランガード、高打つ2回目ケミカルは上が通る、 J ハイカウンター美味しい、高打つ重なって中段ガードから連携、大木までガード、大木大木立ち系空投げ取れない、一旦中央へ 6P 落ち着いてユービスカーブ中段ダックバーストで抜けたもののブーブラン SPD、 ユービスカーブ2K ゲランダークエンジェル、ゲージを吐かせてカーカス投げ通さない、スカゲラになったからジェイス補正切って立ち系ケミは青が出ない、立ち合いケミ青からタッチジェイス狂言コーツ青、マジかよ、バー対ジェイスコーツ青4-5、10試合目ウーゼンバサでの 4-5、 1ゲーム差、マジかよ。今のも低空ケミやしな、細かい。さて逃げ金ですからデュービスで有利取るものの、投げはしゃがみで使った、ウーゼンのターンバックステは JK、 こう打つから中段重ねバースト成功、ケミカルで降りる、これが体育潰し、バースト成功、ダメ足のマウント取りたい、大木ケミカル出ないか、ジェイスカウンター、起きてめ、裏はハイジャブになってなかったっぽい、ジェイスが逆に出る、ロガイ JK はじき、さて NO の起きてめ、中央ドゥービスゲランガード、これは空投げできないが6ケセーフ、セーフか、構えからゲラン、ゲージを吐く、そして 6P センター、第1ラウンドは NO
展開早すぎやろ。第2ラウンド JKSD 広いな、 E S ハイ、ごめん。裏から JK はガードからの攻撃、 JP で落として入れっぱ潰し、 J ハイ 6P、 これをついたから JS ライキュー弾き、敗北はかわす。 JS6P で押し返した、攻撃ヒット、攻撃、うーん、やっぱり D スティンガーこの技が強い、押し返す 6P 対空。そして N を空投げ、空中ダッシュ読み空投げ46、早いけど次ラストです。展開早すぎやろ。46、いやー、ええもん見れてるわ今日は。第260回ランキングバトル優勝者指名11勝ちウーゼン VSNO46、 めっちゃええもん見れてる気がする。キンパ通す、 S ハイブーメランから投げる、画面足のデュービスループ、来球2攻撃で目、スティンガー KP 足払い、ここで S 捨て青、ガードバランス溜まってるんで結構ヘッド限界も、これはね来球が重なってるんで大丈夫な置き攻め。第1ラウンドは NO S ハイ D 瞬間移動クーダーで先制は NO と、ボールが2回当たってさらに NO 空投げからもう1回空投げ、なぜだ、入れっぱ 6P ずらす、バーストウーゼン J ハイ足払いデュービス、 JKP から、まあ、行くしかない、ちょぼれた、だが来た、これコンボミス、コンボしちゃうな、受け身狩りやな今の、あーあと2回目も、そして最後もこすり 6P というわけで47、いやーやっぱ江野がね強かったね、あとキャラ対がうまい。47、今日のウーゼン VS 江野は47での決着となります。はい、ウーゼンと江野ありがとうございました。